月日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございます今日3月6日は弟の日皆さんはご兄弟はいらっしゃいますか私は男の子の兄弟はいなかったのでお兄さんやそして弟くんに 憧れるというかいたら楽しかったのかなとかそんなことを思ったりすることもあります私に弟くんがいたらどんなふうになってたんだろう朝起きてこない弟くんに「ほらもう朝ごはんできてるよ」とか。 早く学校行かないと遅れちゃうよとかそういうことを言ってたんでしょうかお姉ちゃんと呼ばれたことはあんまりないですけれどもお姉ちゃんって呼ばれるのはなんだかくすぐったいような嬉しいような <laughs> そんな気持ちになるかもしれません 今日は皆さんのお姉ちゃんの気持ちでえ一日過ごしたいと思います <laughs> それではあそうだ今日は3月6日ですけれども昨日今日明日と皆さんとは配信ではお会いできないのでちょっと寂しいなぁなんて思ったりしながら。 でも配信以外でお会いできる機会をたくさん作れたらなぁと思ってますたくさんは無理かもしれないですけど皆さんのことはよく見ておりますので話しかけてくれたら嬉しいなって思いますそれでは今日の「ちょこっと英会話フレーズ」今日はこんな とりあえずす to get some sleep, 少しは寝たほうがいいんだからねわかったえ、ね、弟の日ということでねゲームとかして寝てない弟くん妹ちゃんいるんじゃないですか夜は 10時から2時までは寝た方がいいってそんな風に聞きましたこの時間寝ているとセロトニンがこう出てあのストレスとかそういったものの軽減にもつながるそうですなのでしっかり皆さん夜寝られる時間は10時だとちょっと早いかもしれないんですがなるべく10時から2時の間は寝られるように しなきゃダメだからね分かったそれでは最後に今日のちょこっと占いお花を持っている少年がいます何を持っていた 1. チューリップ 2. タンポポ 3. 白爪草白爪草っていうのはあれですねあのみつ葉とかそういったものに入っているあの白くてかわいいお花です。冠とか、か作りませんでしたか <laughs> それでは1のチューリップを選んだあなた今日はいろんな人に感謝の気持ちを伝えてみて。 口に出し口に実際に出して言うことが口にきちんと出して言うことがポイントですそんなあなたの今日のラッキーご飯はビーーフシチューです2のタンポポを選んだあなた今日は可愛らしい様子にほっこりしてしまうかもそういったことを幸せに感じられることも 幸せですよそんなあなたの今日のラッキーご飯はんは春限定のメニューです3の白爪草を選んだあなた今日はピクニックに出かける気持ちで外に出てみて何気ないことが嬉しさの種になりそう <laughs> 何気ないことが嬉しさの種になりそうですそんなあなたの今日のラッキーご飯はサンドイッチですそれでは今日も春が始まってまだ頭っていう感じですけれども半ばの水曜日辛いことも頑張らなきゃいけないこともあるかもしれませんそんなあなたをいつもここから応援しています今日も 頑張っていってらっしゃい <laughs>